さあ、今回の変異の海は前回ねアンロックしましたイカを使っていこうと思います。さあ、イカにはこう二重のマークついてまして、性能が上がるのか、なんか付け入れるのかですね。頭の部分だね、普通の魚でいうとこの、最初このねイカヘッドなんですけど、あ、これか、二重でつきますね。目のとこも後期なんで、この右両サイドのとこに回復とかのやつ置いといて、目の前に頭な、何を増やせばいいんだろう、ちょっと分かんないうちはやりづらいというか。おならいこっかな。おならいいんだよな。ちょっとこっちでいいか。勝てるかな。ビームは違うんじゃないか。自分に小さい魚を捕まえることができるわけですね。捕まえて買おうみたいな感じかな。じゃあ上げていきます。2秒間掴めるのかな今だと。よし、これはうちのもんよと。寄生ソロはこれは欲しいね。よしよしよし、雑魚狩りまずしまして、ここ全滅させよう。あれはいただくよと。例えばじゃあピラニアのやつ入れてみますか、ここに。そうすると掴んで噛めるってことかな。今この足の部分に顔もついてますよね。お互い多分物理ダメージなら同じ数字が出ると思うんで、ちょい分かりづらいかな。スタンで1匹のみ捕まえれる。4秒つかむ、掴んで噛みつく。物理ダメージアップ。あいつは無理か。お、寄生ソロ。痛い痛い痛い。これだね。あ、これじゃあ間違えた。戻れ。この口、あーでも、これ前に出るから違うよね。イカヘッドもあるしな。期間取り除くといろいろ上がるよと。まあ、予約みたいなもんですかね。よっと。それ痛い痛い痛い。あ、ちょっと強いな。なんでこっちに来るんだろう。死にたいようだな。あいつにはかなわんね。これ勝てるのか。よし、でも掴んで噛みつかしてもらおうと。来た来た来た、逃げろ逃げろ。あ、なんか波が強いこの辺。
やばいやばい。あ、うわ。くそ、いや、いい感じなのに。ちょ、もう一回もう一回。なんか違うなるかな。掴むやつと何かか、いっそ変えちゃってもいいわけですよ。まあ、イカではないけど。頭に2個つく。それを生かしたいわけです。あ、手前のコーナーの自分に小さいサイズの魚を引き寄せると。おお。引き寄せ掴み行ってみる、ちょっと。トゲにしよっかな。掴むよりも。どうこれ。どう引き寄せるのこれ。ん？引き寄せるかな？変えちゃってもいいかな？まあ、ちょっと上げてみますか。あれ、寄ってきたらいいのか。ね。ちょっとわかりづらいけど。これで行ってみますか。これ多分寄せる以上に与えちゃうと思うんで、ちょっと違う気がするな。逃げるよね、これで。ダブル行く、ダブル、このトゲダブルみたいな。このトゲ強化すれば結構強かったと思うんですよ。まあ、これ安定ね。目のとこなんかつけたいよね。目のとこ、横斜め前側になるんで。なんだろうなぁ。まあ、トゲ、この、オビリアスでもいいですけど。一応上げといてみるか、今。あ、カニのハサミとかもいいかもしれないね。何それ、よくわからない。もはやイカではないんですけど。固くしろ。寄ってきてんのかな。普通に来てるようにも見えるんだよね。まあ、正面からやつなんで、あれ今どう、寄ってきた、違うかな。ヘルスエミとスピードスタミナ物理、これかな。消化し、50%ライフ物理ダメージ、いやこれまだだね。仮のハサミスピードが下がるけどアーマー増えるか。ちょっとスピード今終わってんだよな。強いやつ、強いぞ今。どっちかっていうと、もうダブルこの口でいきたいね。このトゲ、トゲ口。予選でも良さそう。ピラニアとかないかな。なかなか出ないですね。いや強い、普通に強い。メカ放射線ダメージスタン、スピードアップ、ちょっとスピード上げよう。犠牲にしすぎたんでね。いた、リフレッシュ数ちょっと増やしてもっと回したいね。さあ、全然イカじゃないけど頭2つでイカしたいなと。なんか2個あるといいものがいいんだよね。寄せるの全然いいんですけど、遠くのやつで考えるとシナジーはないわけで。ソロか。まあ、あんまつけれてないからソロつけちゃうか。
来た来た。ちょっとダブル行こう。あれやっぱ寄ってこない、全然違うね。まあまあいい、ちょっと違う頭とかなら考えれるけど、これはこれでいいや。よし、なんか止められてます。よこせよこせ。さあダブル、この2連できるのはこいつだけなんで、だいぶ攻撃力高めでしょう。本数増える強化あったと思うんだよね。回さんとないかな。レベルまず同じにしたいね。少なくともじゃないと当たらないというか。さあ顔部分2つ、これはちょっとビーム2つければダブルビームになるわけで、尋常じゃない火力はこいつにね来そうですよね。強い。そこだ。うわ、やばい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 。取れ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 。頑張って取れ。無理か。で、これ。あいつの全身怖すぎでしょ。57、56。毎分現在のスピード2パーに相当するレースポイント、あれもちょっとないね。スキップ回しまくってスキップありだね。何もないわけじゃないので、おっとっとっと、あいつやれそうであるよな。あ、無理か。今レベル上がった。いやー怖い。怖い怖い怖い。刺した口は引っ込めた時もダメージ。この口もいけるのかな。いや倒せやしない。この高い体力を生かして、なかなか2連口が出ないな。あれ欲しいけど、いけるいけるいける。よし、あいつやれないな。戦ってほしいね。もちろんでかくはなってきてよと。ポイント。いけ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 。
ノックバックスターンつけるか。まあ、これでやられづらくはなるから。いや、敵に同じのついてるとやりづらいね。なかなか近づけないというか。来た来た来た。まだ2なんだよな。さあ、イカ面白いけど、他はなんかカニとかも気になるね。火力とか実はやばそう。アーマー上げてもダメージ上がるんだもんね。いけるかな。無理か。よし、勝てんのよそれくらい。お、2本のスペック追加。やばい、これ見て見て見て、すごい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 。いやいや、危ない危ない。まだでもちょっとリスクはそんな背負わずに。ダブルヘッドシステム、これ唯一だもんね。あ、来た。よし、これで長さ統一。おろおろおろ、くれくれくれ。ミラー殺し、ミラー殺し。届かないか。やれる。全部やれるぞ。肉どこ行っちゃった？よし。これも当たるもんね。ゆっくり近づけんです、こっちは。よし、餌を当てて取りに来たやつを食い尽くす。これつけとくか、とりあえず。つけるもんないし、より手堅くね。もう無敵だね。10分経たずか、10分経たずで完成しました。爆発だけ怖いんだよな。でも来た来た来た。痛い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 。よし、後ろにもあった方がいいんだね、あいつに対する。あれの爆弾に対してだけなんだけど、戦いでは使わないんですけどね。で、アーマーと上がりますね。まあ、これ物理ダメージ関係なんで、まあ、パラメーターはちょっと物理だけ上げていこうか。ある意味シンプル。でもこれさ、3本出てんなら目のとこいけんじゃないか。目のとこ同じにしても一応当たるんじゃないかな。取っちゃうの、それも取っちゃうのよ。もう主いなくなっちゃった、もしかして。結構強いぞ。大暴れしてくれましたね。ちょっと何もないかな。また来る。囲まれても全然大丈夫と。
パワーが欲しい、パワーが。体力速度、まあ、これかな。パワーじゃないんですけど。全く同じタイミングで出るから、なんか1本に見えちゃうんだね、これね。2本ちゃんとあるよね。長さが同じになったせいで、ちょっと逆に分かりづらくなったというか。あ、でもダメージ20で出てるね、ちゃんと。やめろ。うお。なんかいるな。そこは。よし。遠距離殺し。サイズに等しい物理ダメージ。ここね、物理ダメージ 15% 上がるみたいな、さっきあったよね。あれ欲しいな。上がってきてからこそ使うべきだよね。ダッシュチュアームアップ。スタミナである SP も326あるんで、ダッシュもだいぶできますよ。いや強いな、このダブルカオシステム。まあ、掴んでピラニアとかスタミナがね、それはそれでいけると思うんで強いと思うんですけど。いや、このダブル口、各2本増加、計6本が前に向かっていくと、こんな強いことはないよね。視界からずれた肉消えちゃうね。取れてんの？取れてればいいんですけど。そうそう、この規制だらけでやるみたいな、やってみたいね。遠距離、最も遠距離で敵を狙えた追跡のやつがこれだと思うんですけど。ライフ回復2つついてるんで、多少下がっても全然大丈夫。これ早いクールダウンでもう殺していって、7分間もイージーです。激戦地こそね、こいつの向かう場所。あ、今貴様のいいか。この頭のやつはもう伸びんのかな。これじゃないんですかね。もう2本くらい増えてもいいと思うんですけど。左下になんかいるぞ。スピードいらないですね。近づいてきてごらんと。まあ、取るの全然遠くても取れますから。遠距離で食らうな。対策していけなかった敵が、瞳と近づかなければいいみたいな。ちょっとラッシュきたね。自分の大きな敵ってもういないと思うんだよね。 50% ライフ物理ダメージいこう。
何かがつけばとにかく強いんで、つかなくても強いですけど、スピードはもうなんか加減なのかな、変わんないですよあんまり。クラのスピードまあこれかな、ちょっと戻しながらね、トータルで見たら多少マイナスで済むようにしたいけど、多分だいぶマイナスだよね。肉ちょうだい。体力100アップ、まあ、逃げたりしなければスピードあんまいらないですからね。またラッシュか、効かないんだよ。どんどん束になってきてごらん。740 どう殺そうというのかねと、この化け物を。一応そうか、サメのやつでスピードつけてたのか。横攻撃にあんま活用できてないんだよね。囲まれるとき結構あるから全然横も使えると思うんですけど、全身この飛び出すやついいんじゃないかなと思いはするんですけどね。そしたらもうどこの肉でも取れるもんね。ただ放射線の管とか研究ポイントは取れないから、この口でそこだけちょっとネックかな。いや普通に噛みつきと同時にビームもできるわけだから、このキャラなら。前はちょっと横にそれちゃったりしてね、その真正面の敵を狙えたわけじゃないんですけど、真正面噛みつきビームとか、イカで絡みついてビームとか、とんでもないことができると思うんで、こいつやばいっすよね。もう敵がいないな。でも出れなくなっちゃうんだよね。回を追うごとに強くなっていっている。確実に確実に。規制保存ダメージ、これなんか2回目じゃない、何回も出たのかな。あれ何回も出るならこのヘッドのやつもね出てほしいんですけど、ああいう強化、なんかレア度高い強化が出る武器って、それこそ、まあ今この顔のやつが1本から3本になったり、あの規制ホスト的に取り付くやつが強くなったりするんですけど、例えばこの木みたいなやつ、サポート系のやつは出ないですし、あとサメのやつもないかな。多分取らないと出ないと思うんですけど、今ね試してきた、例えばビームとかあったっけな。普通の顔とかもなさそうなんだよね。この波の出口にでかいこいつがいたら敵はさぞかし怖いだろうな。あ、イカ出てきた。イカ、これイカか。これがイカか。顔がねイカの頭の部分にあるか、なんかイカの足の部分か、イカの目のところも変えちゃったし、もはやこれはイカではないんですけど、まあ、これが突然変異ですよ。突然変異、もはや突然変異でもない気がするんですけど、原型がなくなったからね。まあそれこそ突然変異なのかもしれない。環境とか自分の強みに対応したよね。
大ボス的なやつ欲しいね。クラーケンとかもなんか伝説のやつでいいから、なんか挑みたい気分ですよね。10分生き残れたら大体ね、無双できちゃうから、あとはもう主としてね、威張っていくだけになりますけど。なんかエンドレスみたいなやつあったよね。負ける気が1ミリもしないんだよな。行ってみようかな、少し。ゲームを続ける。エンドレスモード、遺伝子の断片は生成されません。あ、じゃあ何これ、遺伝子の断片でこれでしょ。今のは多分残ったやつだと思うんですけど、じゃあ行く意味ないですよね。遺伝子の断片も欲しくてやってるわけですから、あれでキャラクター解放だったりするんで、もうそうかちょっとだけ戦おうかな。じゃあ体力もすごいんで、ちょっともうインフレさせます。クールダウンでこれ寝てるようになってるんで、クールダウン系をひたすら行こうかしら。あと火力系行こうかしら。一応体力のバランス考えて今までやってましたけど、火力だけに集中して、残りちょっとね、生き残っていくか暴れていきますか。今他の魚がこいつから生き残るゲームになっちゃってるから、ヘルスミートパワー、ヘルス回復マイナスなんで、まあでも HP 今1000あるんでね。で、肉さえ食っときゃなんとかなるんで、もうひたすら、で今こいつを殺そうとするんであれば、ここの近海の魚を全部いなくさね、なさせれば時間で死ぬかもしれないけど、敵がいたら意味ないもんな、もん全部倒しちゃうから。大きい敵絶対ないんだよな。なし、こいつら大きい敵なんてもうね、クラーケンしかないんじゃない一応このね、引っ張ってくれてる方に殺しに行って、ゴブカ無敵、いやーいらないっす、そんな敵を無敵にしてあげたいくらいですけど。クーダウン、なんかこの赤いの取るとクールダウン早くなって攻撃速度上がるってなるんですけど、今見てください、なくても早いですかこってほしいな、ちょっと来た、あ出た、これ重ねれるからちょっと規制ホストいいな。重っ。あ、でかいのいる、でかいのいる。ほら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 。強えよ。敵もバカでかくて強いのいるけど、こういうね、糸を持った強さってなかなかいないと思うんで、上回っちゃいますよね、もうここまで来ると。最善久しぶり、釣りダメージ。あのサメの頭は規制ホストにしようかな。出ればでありますけど、
ちょっと強いの出てくれてるっぽいね。まあ関係ないか。お、来た来た来た。なんか少ないな。少ないわ。こいつにそうだ、きついので、ちょっと。どうしたんだろう。あ、イカだ。普通のでかいイカだ。驚くような敵のイカにも会ってみたいけど、なんかイカは、基本何も変わってないな。こんな強いこいつで体力1200なんで、この小さいやつは多分4、500しかないと思いますから、この一発で230食らってるって考えると耐えれるわけないよね。もうクールダウンではない気するんだよな。育つ前に刈り取ってますから。魚無双、イカ無双かな今回の場合。これ基本使ってる感じで、ちょっと次ね違う感じいってみようかな。まあ、今回ちょっとこの口がこいつに一番合うかなっていうのでね、よく馴染みのやつしちゃいましたけど、なんか遠距離系とかいってみようかな次は。まああのカニの腕とか気になるんで、あの辺でなんかつけれたらいいね。まあそもそもカニ使えば腕あるから強化しやすいかなと思うんで、その辺でちょっと強キャラを作るのも考えたいですけど、製品まで使ってないので言うと遠距離攻撃全く使ってないから、ちょっとその辺も使いたいね。クールダウン早くすればめっちゃ打てると思うんで、まさかのこれでシューティングゲームのようにできるんじゃないかなと。でこいつ頭につけちゃダメなんだよね。頭じゃないのつけたりすると餌食べれなくなっちゃうから、頭はどうせいるんですけど、カニの場合は、手は多分違うのかな。掴んでできるのかな。どこで取るか重要だよね。頑張って殺そうとね、ゲーム側もやってきてますけど、終わりかな。でもどうすることもできない、敵には。終了かな。まあ、こっから増えることはなそうですよね。キャラクター上。まあ、これです。この口をダブルにするということで、ちょっとね、時差があれば、こう、絵的に分かりやすかったと思うんですけど、まあ、一応二重で打っていく。判定もちゃんとあったと思うんで、二重の攻撃をしていくと。例えば、イカであれば、掴んで噛みつくみたいなのも普通だと思うんですけど、まあ、それをね、超越した存在にしまして、あとはもうなんか、デメリットをなくすというか、ここの2点だけですね。いつも以上に特定のパワーに依存していきましたね。